キッチン。はい、というわけで今回作るのはこちら。どうぞ。居酒屋さんにあったメニューですごい美味しかったんですよ。ちょっと自分でも作れるんじゃねと思って作ってみた。豚、ネギ、ネギ、豚、ネギ、ネギ豚、塩、ネギ、なんだっけ塩豚ネギカルビみたいな感じですか。ネギ塩豚カルビ材料はこちら、まあ、豚肉、豚バラ肉ですね。で、あと長ネギと、まあ、玉ねぎ、ちょっと大きいですけど、まあ、半分ぐらい。この辺の量はね、まあ、お好みで多ければ多いほどいっぱい食べれる感じです。あとは日本酒、みりん、塩コショウ、パルスイと、ごま油ですね。では、作っていきます。うちのキッチンもこんだけ広がったらな、ね、引っ越すよって話なんですよ。はい、野菜関係切れましたら豚バラもね、ちょっと細かくしといた方が食べるときにいい感じになります。じゃあこれ炒めていきますね。今回ごま油でいきます。忘れてました、刻みニンニクですね。これは、まあ、スプーン1杯分ぐらい。厳重に密閉されました。じゃあ炒めていきます。強火で。お肉がくっついちゃうんで、豚肉はほぐしながら。まだもネギ関係ドバッと。すごく非常にね。柔らかくするのが大事なんで、めちゃくちゃ炒めます。この酒のつまみにはもう最高です。ネギ関係がくちゃくちゃになるまで炒めるのが本当ですね。味の決め手は塩コショウ、日本酒、みりん、みりんが大好きな軽すぎて、少しで茹ですぎると甘くなってます。少し通常の砂糖でやるときは多分大さじ1ぐらいなんですね。で、この日本酒とみりんの水分をとにかく飛ばしていきましょう。ニンニクはお好みで入れた方が美味しいんですけど、この後ね、カレピッピと大事なデートの約束があるときにはこれ食べる方がいいです。ドカンといきましょう。やっぱあれだな、最初の方テンション低いよな。低いっすね。下げないともうちょっと頑張ってほしいっすね。本当だよね。すいません、どうしてもね、カメラの前一人だとねテンション上がんないですみんながいる前とかね、あとメンバーの並びでいる時とかはね、なんか自然と上がってるんですけどね。ダメじゃあ炒め切るまでお待ちください。はい、完成。ネギ塩豚カルビ、早速これを食べて、うわ飲みたいなって思わない人は正常です。違う、めちゃくちゃうまい。ネギ、玉ねぎの甘みとね、豚の塩カルビ、
塩加減絶妙にマッチしてですね、口の中で離れますよ。美味のハーモニー、美味のハーモニー、非常に簡単なんでみんなもぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。なんだろう